はい、皆さんこんにちは。今回は半自動溶接とアーク溶接を使用して多層盛りの溶接方法を紹介していきたいと思います。まず半自動溶接の溶接方法ですが、炭肉の場合ですと前進法と後進法というのがあります。で、今回はこの前進法という溶接方法で溶接をしていきたいと思います。で、トーチの動かし方なんですが、今回はこのように前後にウィービングをしながら溶接をしていきたいと思います。僕が個人的に V のような尖ったビードが好きですので、半自動溶接の炭肉をする場合はだいたいこの前後にウィービングをして尖った V のようなビードの見た目にして溶接をするようにしています。それと半自動溶接やアーク溶接は手が震えてしまうと綺麗な溶接にはなりにくいですので、両手で溶接をすることが多いと思うのですが、支えている側の手がどうしても熱くなってしまいますので、以前この動画で紹介したこのティグフィンガーを使用して手を守ってあげると全然熱くなりません。なので良ければ手が熱いという方はこちらを使用してみてください。ここで次の映像に入る前に以前お世話になったモノクエの CM 動画を流したいと思います。あなたの知らないものづくりの世界がここにある。この動画はものづくりの世界を深く楽しく分かりやすくお伝えするものづくり動画専用ポータルサイトモノクエの提供でお送りします。モノクエは僕の動画も紹介してもらっているのですが、いろいろなものづくりの動画が分かりやすくまとめられていますので、興味のある方は概要欄から飛んでみてください。それでは溶接映像に移りたいと思います。まず多層盛りをする前の一発目の炭肉溶接をこのように前後ウィービングで溶接していきます。この時にアーク溶接と同様、しっかりとこのプールの形を見ながら幅をしっかりと揃えて溶接をするようにしてください。それと前後ウィービングをする際はこの前後の振り幅が一定の方が綺麗な V ビードになりますので、なるべく振り幅を同じにするようにしてみてください。で、溶接を終えたビード外観がこのような感じになっています。このように尖った V のような見た目になっています。で、次に多層盛りをする際は下にビードをかぶせていきます。その時にかぶせ具合なんですが、この今ペンで書いている通りだいたい一発目のビードと同じぐらいの幅で溶接をしていきます。ここの位置がずれてしまうと多層盛りの見た目もかなり悪くなってしまいますので、なるべくこのしっかりと狙いたい箇所を狙って溶接をするようにしてください。そしてこの下にビードをかぶせる場合のトーチの動かし方も一発目と同様、このように前後にウィービングをして溶接をしていきます。で、この時にトーチの角度ですが、立てすぎても寝かせすぎてもあまり良くないので、一発目のビードと同じぐらいの角度で溶接をしてもらえば大丈夫かなと思います。このように寝かせ気味よりは立て気味の方がいいと思います。やや立て気味ぐらいでこのワイヤーの先を狙って溶接をしていただくと綺麗になりやすいかなと思います。それでは下側のかぶせの2パス目を溶接していきたいと思います。今回溶接映像が分かりやすいようにワイヤー長は少し長めにしていますが、本来ですともう少しワイヤー長は近めにして溶接をするようにしてください。で、こちらも1パス目同様、なるべく前後ウィービングで同じ幅を保ちながら溶接をしてください。で、2パス目を終えたビード外観がこのような感じです。この前後ウィービングはする人しない人がいると思いますので、好みの問題かなと思いますので、前後ウィービングをしない方はそのままストレートでプールの幅を維持しながら溶接をしてみてください。で、次に3パス目のこの上側のかぶせですが、このペンで書いている位置を狙いながら溶接をするようにしてみてください。狙う目安としてはこの2パス目のビードの上の端を狙うようにして溶接をしてみてください。で、この時のトーチの角度も立てすぎず寝かせすぎずの今の動きぐらいの角度で溶接をするようにしてみてください。それでは3パス目を溶接していきます。3パス目も1パス目2パス目同様、しっかりと幅を揃えながら進行するようにしてください。ワイヤー長の長さは極力変動がないように溶接をするようにすると綺麗な仕上がりになるかと思います。
この前後ウィービングをすると肉がしっかりとたまりますので、ペタッとした綺麗なビードになりやすいと思います。でこれが3パス目を終えたビード外観です。これでも脚長がかなり出ていますので、脚長が必要な溶接の際はこのように多層盛りで仕上げていただくといいかなと思います。そしてここからさらに脚長が必要な場合はどんどんビードを重ねていくのですが、次からの重ね方はこのように一番最初に下にビードを引いて、2番目にこの真ん中にビードを引いて、最後に一番上にビードを引いていきます。一般的に更新法の方が溶け込みが深く、前進法はペタッとしたビード外観になりやすいかと思います。僕はペタッとしたビードが好きなので、基本的にはいつも前進法で溶接をするようにしています。でこのようにどんどんと脚長が必要な場合に重ねていくと、このようなビード外観になっていきます。これで半自動溶接の多層盛りの方法は終わりになります。次にアーク溶接ですが、アーク溶接はこのように自分のつけたい脚長を狙って引っ張りながら1パス目の炭肉を溶接していきます。この炭肉溶接の詳しい解説している動画はこちらですので、よければこちらを視聴してみてください。この棒の角度やプールについてなどは先ほどの動画でしっかりと解説していますので、そちらを見てもらえば詳しくわかるかなと思います。でこちらが1パス目を終えたビード外観です。半自動溶接は綺麗にスラグを剥がなくてもいいのですが、アーク溶接は必ずスラグはこのように綺麗に掃除をして溶接をするようにしてください。ブラシは特にかけなくてもいいですが、僕は今回動画用なのでブラシをかけています。こんな感じで幅の揃った綺麗な溶接になっています。で次にアーク溶接も半自動溶接同様、ここの一番下の端を狙って2パス目の溶接をしていきます。アーク溶接の場合は前後ウィービングをするとプールがついてきてくれなくて、ノロが逃げて汚いビードになってしまいますので、前後ウィービングはせずにゆっくりとしっかり肉をためながら進行していきます。そして今ぐらいの棒の角度を保ちながらこのように溶接をしていきます。でこちらが2パス目の溶接映像なんですが、このように自分の狙いたい箇所を狙いながら、しっかりと自分の出したい脚長を狙ってプールをためながら出したい幅で溶接をしていきます。このようにプールがついてきてくれている状態を維持しながら溶接をするようにしてください。アーク溶接の場合はこのように少し棒は縦気味の方が綺麗な溶接になりやすいです。でこちらが2パス目を終えたビード外観です。2パス目も掃除はきれいにしておいてください。こんな感じでプールが逃げていないので、きれいな鱗状のビードになってくれています。この2パス目の幅が狂っていると下側のビードの幅がきれいに揃わないので、あまりきれいな見た目になりません。なので1パス目2パス目3パス目すべて幅はなるべくきれいにしながら溶接をするようにしてください。でそして3パス目ですが、3パス目も半自動溶接と同じで狙う箇所はこの場所になります。でアーク溶接もこのように3パス目は少し棒を上に向けてゆっくりと肉をためながら進行していきます。このできている溝を完全に埋めていくイメージで溶接をすれば、なだらかな綺麗なビードになるかなと思います。すべてのパスがプールが逃げていない状態を作ることで完全な綺麗な溶接になりますので、1パス2パス3パスすべてなるべく綺麗に仕上げてあげるようにしてください。ある程度練習をすると多層盛りは簡単にできるようになると思いますので、よければ参考にしてみてください。
で3パス目を終えたビード外観がこのような感じです。綺麗に掃除をするとこのような感じの見た目になります。これでも脚長はかなり出せていますので、脚長が必要な溶接をする際にぜひ試してみてください。で4本のビードで仕上げてみたビード外観がこのような感じになっています。このように積み重ねていくことで大きい脚長を出しながら溶接をすることが可能になっていきます。はい、これで今回の動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。